さんこんにちは。私はですね、アイデアスプレディングということで、科学的ものの考え方を身につけようということを話します。より良い社会と科学技術の縁、縁石のために。そして英語では Scientific Way of Thinking Enhancing Good Relationship Between Science and Society、 無理して縁が入ってます。お分かりでしょうか。ではなぜ科学的ものの考え方を身につけないといけないのでしょうか。1996年、21世紀の始まる前に21世紀の提言という記事を原稿を書いてほしいと依頼されました。21世紀に何が重要になるんだろうか、3ヶ月悩みました。そして到達したのがこの科学技術と社会の橋渡し役が必要なんだということであります。これがその記事ですが、英語にも訳されて朝日イブニングニュースにも載っています。ここで私が考えたこと、このように我々は科学技術の発達の福利を大きく受けているが、同時に発達したがゆえの深刻な問題も提起されてきた。あるいは人間の活動そのものが地球環境に負荷を与え出しているのである。それから来世紀にますます深刻になる地球環境、資源、人口、エネルギー問題についても、一人一人に自分の問題としての施策と決断が求められているだろう。そういう時代が来るだろうと。そして科学者による啓蒙活動ということではなくて、最先端の科学の研究成果を、社会的意味を科学に慣れ親しんでいない人に、そして社会的意味については科学者にも改めて説明してくれる人材、つまり科学のインタープリターが必要になる。インタープリターは専門用語の単なる直訳者ではなく、問題を指摘し進むべき方向を示唆する、科学と実生活の橋渡しをする解説者、評論者である。そしてそのためには科学的思考のできる人が必要である。こんなことを書きました。で、この新聞記事を読んで、当時の中川科学技術長官が科学技術と社会に関する懇談会っていうのを発足させました。で、それがこの記事に載ってたってことをずっと後に人に教えていただいたんですが、これから、理解増進とかサイエンスチャンネルが始まったので、大変嬉しく思っています。それから、朝日新聞の記事を読んでですね、本の意思を書いてほしいって言われて、さらに思いを書きました。で、科学技術は社会の中に一層浸透してくると、これ96年のことです。で、社会と科学という対峙した関係ではなくて、社会の中の科学になるだろうと。で、この思いを本のタイトルにもしました。さて、これ19年前のことです。それから19年が経ちました。2015年、地球は気候変動、エネルギー、資源、水、食料問題。日本では少子高齢化、産業競争力の低下がいろいろ問題になっています。これらの解決には科学技術だけではできないんですが、やはり科学技術によるブレイクスルーも必要です。資源のない日本は科学技術創造立国、あるいはイノベーションが必要だと言われています。一方、科学技術は急速に進みました。スマートフォン、Google、SNS、そしてビッグデータ。これは社会構造を大きく変えています。バイオテクノロジーもそうです。体細胞クローニングができるようになり、iPS、細胞による研究が進み、そしてたった1日で1000ドルぐらい出せば、人のゲノムの解読ができるような、そんな時代になってきています。生命に対する私たちの考え方も大きく変わってきています。そんな時に、やはり市民が科学技術政策への参画もしてほしいと言われるようになってきています。19年前と同じようにですね、科学、ソーシャルリテラシーを持った優秀な科学技術者と、そしてサイエンスリテラシー、これは基礎知識と科学的思考ということなんですが、それを持った一般市民が必要だ。ということです。19年経って、
社会と科学の関係は変わったでしょうか。確かに子どもや大人の理科離れのためか出前授業が進んでいます。サイエンスカフェもあちこちで開かれている、サイエンスアゴラもできている、非常に活発になってきました。でもその他はどうでしょうか。19年経ってやはりこの最後のポイントに焦点を当てて、この場で科学的ものの考え方を身につけましょうとアイデアスプレッディングをしています。じゃあ科学的ものの考え方ってさっきから何でも言ってますけど、これは何なんでしょうか。例を出してみました。スポーツニュースです。科学的ものの考え方は科学だけが対象ではありません。これはちょっと古い2007年の朝日新聞の記事で、池上彰さんの新聞斜め読みで、松坂大輔投手がメジャーリーグで初勝利をした、そのことを書いた記事なんです。大リーグに初登板した松坂大輔投手、見事なピッチング。朝日新聞は4月6日の夕刊でこう書いています。1回松坂が小走りでマウンドまで駆け上がると、約2万3000人が入った観客席のファンが一斉に立ち上がり拍手を送った。読んでて楽しいですね。いい気持ちになったので他の新聞も読んでみましょう。 M 新聞です。松坂が駆け足でマウンドに向かう、敵地カウフマンスタジアムに起きたブーイングとわずかな歓声を背負って、あれ、わずかな歓声だって、随分と違うじゃないか。確かにスタジアムはレッドソックスの本拠地ボストンではなく、相手チームロイヤルズの本拠地カンザスシティ、相手チームのファンが多いから松坂にはブーイングが多かったということか。どうも新聞によって描写が異なるらしい。では Y 新聞も読んでみよう。この日のカンザスシティは気温2度と冷え込み、観衆も2万3170人と少なかったが、松坂の投球に熱い視線が注がれた。観衆の数が少なかっただって、そんなこと前の2つの新聞には書いてなかったぞ。では N 新聞も読んでみよう。凍えるほどの寒さ、平日のデーゲームということもあり、球場の詰まり具合はほぼ半分だが、初回三塁側ベンチから松坂投手が小走りに出てきてマウンドに向かうと、三塁側スタンドに陣取ったレッドソックスファンから敵地とは思えない大きな歓声が上がった。ありゃ、球場の詰まり具合はほぼ半分だって、結構少なかったのね。ではアメリカの新聞はどうだろう。ニューヨークタイムズには3人のベテラン選手が休んだ弱い状態のチームを相手にしたものの、松坂は優れた投手であることを示した、なんて意味のことが書いてあるぞ。相手チームが普段より弱かった、新聞によってこんなにニュアンスが違うとは。さあ皆さんどうでしょう。同じ試合なのにこんなにも印象が違うんです。これはスポーツニュースに限りません。科学技術報道にも、公の機関の発表にも、日常のメディアの報道にも、製品の広告にも当てはまります。嘘が書いてあることもあります。嘘は書いていないんだけれども、あることをあえて書かないということで誤解を招く表現になっていたり、不適切な誇張があるのです。それを見抜くためには基礎知識と科学的ものの考え方が必要です。今の松坂投手の登板の話で見てみましょう。基礎知識、球場の収容数です。2万3170人と大変正確な数字言われましたけれど、この球場にどのくらい、大体どのくらい観衆が入るのかなっていうのが分からなかったら全く意味がないわけです。同条件の比較か、敵地あるいは本拠地の試合かということです。特殊な条件があるか、3人のベテラン選手が休んだ、これを科学報道についても考えてみましょう。もちろん科学技術の全てではないんですけれども、基礎知識は必要です。同条件の比較か、これは対象実験ということです。対象実験というのはあることを調べたいために、それ以外は全て同じ条件にして比較するものです。例えば新しい薬が開発された時、その効果があるかどうかを調べるにはプラシーボ、偽薬というものを使います。プラシーボには薬の成分は何も入っていません。
臨床試験に参加する人には新薬かプラシーボかどっちが与えられたかは伏せられています。なんか薬を飲んだっていうだけでただの粉なのに治っちゃったりすることもあるからですね。それから特殊な条件があるか、例えばこんな話がありました。最先端の装置、診断技術、あるいは治療、そういうものを兼ね備えた中核のがん病院、そのがんの治癒率が地方のマイナーな病院よりも悪いということです。これは税金の無駄遣いだって怒るべきでしょうか。それともこのような病院には他の病院でサジを投げられた重症の患者さんが来るからそういうことになってんじゃないかなって考えることはできないでしょうか。もう少し科学的ものの考え方を一緒に見てみましょう。確率、平均、統計、分布、この辺が書いてありますが、例えばこんなに違う分布であっても平均は50です。平均50だってことでいろいろ議論しても意味がないかもしれません。意味することは全く違います。もう一つ例を見てみましょう。定量的な把握が必要だということ、あるないっていうことはあんまり役に立ちません。どのくらいあるかが重要で、それがどんなことを意味するかというのは科学技術、科学的な知識による判断が必要です。またないということは科学的には証明できません。例を挙げてみましょう。料理に使う砂糖か塩か、ほんの少量を測ろうと思います。まあ普通は目分量で小さじ1杯っていうんですけど、まあ、例え話で測るとしましょう。一番左は体重計です。料理の測り、そして実験に使う測り、これは私がしょっちゅう実験に使っている1マイクログラムまで測れる超精密天秤です。この砂糖か塩を体重計に乗っけても針は触れません。じゃあないんでしょうか。いや、目の前にあるから今はあるって言えますが、もし見えなかったらある、ないって言えますか。もっと感度のいい測りにかけたらあるかもしれないんです。科学で言えることはあるということだけでないということは言えない。これも分かっていただきたいと思います。すべてのことにリスクとベネフィットがあります。そして常にそのトレードオフを考えています。ただ実社会で問題なのはリスクを受ける人、取る人とベネフィットを受ける人が同じじゃないということです。例えば外科手術をするとき、これ同じです。でも発電所と電力消費者と分かれています。こういうことを常に考えなきゃいけません。それから科学的に白が黒でつけられることはほとんどありません。間にグレーゾーンがあるんですが、科学技術が進歩すると、ここにちょっと例だけ挙げて、今日は時間ないんで説明をしないんですが、グレーゾーンがどんどん広がっていっています。最後に、東大に10年ぐらい前に作ったサイエンスインタープリター養成プログラムについて一言お話をして、私の話を終えたいと思います。文系理系の大学院生対象の副専攻で、これが先ほど一番最初にお話をしたサイエンスインタープリターをちょっと絵で描いてみたものです。あの記事を書いて9年経ってやっと国もこのようなものに予算をつけてくれるようになりました。ただ5年間の次元だったので、その後は駒場の教養学部の中に教養教育行動化機構というものを作って、その中に入れていただいています。多くの方々の協力を得てできたプログラムです。そしてこれはキーワードはですね、普通どう伝えるかというスキルばかりやるんですけれど、ここは何を伝えるか、正しく伝えるってどういうこと、分かりやすく伝えるってどういうことなんだろう、そんなことまでも深掘りして考えていきたい、そういうことで始めました。で、そのロゴマークです。これは東大のロゴマークなんですが、こんなふうにロゴマーク作りました。分かるでしょうか。ここです。まだ分かんないですよね。こうなんです。サイエンスとササイエティの2つの S が寄り添ってハーモニーを作っている、こういうことを願ってこのロゴマークを作りました。このようにこんな社会が出てくるといいですね。さて皆さん、
科学的ものの考え方を身につける必要性、分かっていただけたでしょうか。騙されて変な商品を買わないためだけではありません。科学と社会のより良い関係をインハンスするために、科学的ものの考え方を身につけましょう。どうもご清聴ありがとうございました。